ハイアットリージェンシー大阪は、大阪府大阪市住の駅南港にある、高級ホテルである。ハイアットホテルズリゾーツ加盟ホテルの一つである。1994年6月24日、大阪南港の再開発事業、テクノポート大阪の中心であるサキス、コスモスクエア地区に28階建ての高層ホテル、ハイアットリージェンシー大阪として、開業、2009年に名称を、 ハヤットリージェンシー大阪に変更した。施設は大林組が建設、所有子会社、HR 大阪が運営していたが、2014年3月に香港の不動産、ホテル運営企業、ガウキャピタルパートナーズ子会社の GCP ホスピタリティジャパンへ、ホテル事業を譲渡。ホテル物件は2016年11月に星野、リゾートリート投資法人が取得し、 ホテル運営企業の GCP ホスピタリティジャパンも星野リゾートの参加に入り社名をローに改めた。客室はスイートルーム46室を含む全480室。標準グレードの客室でも30平方メートルの広さがある。25階から27階はエグゼクティブフロアリージェンシークラブ。両院店舗七箇所と宴会場、イベントスペース。 バンケット、フィットネスセンターを有する。天空は2014年3月に閉店した。ありがとうございます。